隠れマルコフモデル、隠れマルコフモデル、隠れマルコフモデルは、確率モデルの一つであり、観測されない、隠れた状態を持つマルコフ過程である。同じマルコフ過程でも、隠れマルコフモデルより、単純なマルコフ連鎖では、状態は直接観測可能であり、そのため、状態の繊維確率のみがパラメータである。一方、隠れマルコフモデルにおいては、 状態は直接観測されず、出力、事象のみが観測される。ただしこの出力は、モデルの状態による確率分布である。したがって、ある隠れマルコフモデルによって生成された、出力の系列は、内部の状態の系列に関する何らかの情報を与えるものとなる。隠れという語は、モデルが遷移した状態系列が外部から直接観測されないことを指しており、 モデルのパラメータについてのものではない。たとえパラメータが基地であっても隠れマルコフモデルと呼ばれる。隠れマルコフモデルは、ごく単純な動的、ベージアンネットワークとして表現することができる。状態空間が離散の場合は、離散型隠れマルコフモデル、ディスクリートヒドゥン、マルコフモデル、連続の場合は連続分布型隠れマルコフモデル、コンテニュアスデンシティヒドゥン、 マーコーブマダルと呼ばれ、連続と離散の混合型もある。隠れマルコフモデルは、潜在変数、ヒドンベリアブル、0. とベリアブルが各々の独立ではなく、マルコフ過程を通じて関連付けられている混合分布モデルを拡張したものとみなすとができる。この潜在変数は、それぞれの観測に対して選択されるように、混合要素を制御するものである。近年、 隠れマルコフモデルは、より複雑なデータ構造と否定上的なデータの取り扱いがカナペワイズ、マルコフモデルズやトリプレットマルコフモデルズに一般化されている。隠れマルコフモデルに関する数学的概念はと彼の同僚らによって1966年に発表された。これは最初にフォワードバックワードアルゴリズムを発表したによる、 非線形フィルタリング問題の最適化ついての初期の成果に関連している。隠れマルコフモデルは、音声認識、バイオインフォマティクス、形態素解析、自然言語処理、学仏遺跡、部分放電など、時系列パターンの認識に応用されている。連続的かつ伸縮シュール、信号列のパターン抽出には適しているが、反面。 長い距離を挟んでこうしているような信号列からのパターン認識には、間の距離の長さに応じて状態数を増やす必要があり、計算量の観点から実用的ではない。また、局所最適に陥りやすいため、対象に応じて適切なパラメータの初期値を設定してやる、適切なモデルトポロジーを導入する必要がある。随一は、 隠れマルコフモデルの一般的な構成を示している。確率変数フォーミュラ1は時刻フォーミュラ2における潜在変数である。確率変数フォーミュラ3は時刻フォーミュラ2における観測値である。矢印は条件付き確率間の依存関係を表している。図には潜在変数の状態数が3、フォーミュラも観測値の状態数が4。 フォーミュラ6の隠れマルコフモデルを示している。時刻フォーミュラ2における潜在変数フォーミュラ1の条件付き確率分布は潜在変数フォーミュラ9にのみ依存する。フォーミュラ10及びそれ以前の状態は影響しない。これを単純マルコフ性という。また、観測値フォーミュラ3はフォーミュラ1にのみ依存する時刻フォーミュラ2が同じであることに注意。 ここで考えるような標準的な隠れマルコフモデルでは潜在変数フォーミュラ1は理算的であり観測値フォーミュラ3は連続的でも理算的でも良い隠れマルコフモデルのパラメータは遷維確率と出力確率の2種類である繊維確率は時刻フォーミュラ16での潜在変数から時刻フォーミュラ2での潜在変数への状態遷移を表す 図2において、繊維確率は、フォーミュラ18で、出力確率は、フォーミュラ19で示されている。潜在変数の状態空間は、フォーミュラ20個の値を取る離散分布である、図2では、フォーミュラ21。これは、時刻フォーミュラ2において、潜在変数が取り得るフォーミュラ20個の値の、それぞれに対して、時刻フォーミュラ24での潜在変数が取り得る。 フォーミュラ25の値への繊維確率が存在することを意味する。結果的に全体でフォーミュラ26の繊維確率がある図にではそのうちフォーミュラ27のみをしている。このフォーミュラ28行列をマルコフ行列という確率の公理よりある特定の状態から他の状態への繊維確率の和は1である。そのため特定の状態からのある 繊維確率はそれ以外の確率が分かれば決まるので、フォーミュラ29個の繊維パラメータがあることになる。これに加えて、フォーミュラ20個の状態のそれぞれに、潜在変数の特定の時刻において観測値の分布を支配する出力確率の組がある。図二では、フォーミュラ31で、フォーミュラ32の出力確率フォーミュラ 33? がある。例えば、観測値が、 離散分布でフォーミュラ34個の値を取るとき、個々の潜在変数にフォーミュラ35個のパラメータがあるから、全体でフォーミュラ36個の出力パラメータがある。あるいは、観測値が任意の混合、ガウス分布に従うフォーミュラ34次元ベクトルで、あれば、平均値のためにフォーミュラ34個と共分散行列にフォーミュラ39個のパラメータがあるから、 合わせて、フォーミュラ40の出力パラメータがある。実際には、フォーミュラ34が小さくない限り、観測ベクトルの個々の要素間の共分散の特性に、制約を設けることが、現実的である。例えば、要素ごとに独立であるとか、もう少し制約を緩めて、隣接するいくつかの要素以外は独立であるなどとする、ことが考えられる。隠れマルコフモデルに関して、 以下に示すようないくつかの統計的推測問題がある。モデルのパラメータが基地の時特定の出力系列が得られる確率を求める。これは可能な状態系列についての確率の相和によって得られる。長さフォーミュラ42の観測値系列の確率は潜在状態系列の確率の相和を用いて次のように与えられる。 動的計画法の原理を適用すると、この問題は前向きアルゴリズムで効率的に扱うことができる。モデルパラメータと観測系列が与えられたとき、一つあるいはそれ以上の潜在変数の確率を求める以下のような問題がある。この問題は、モデルパラメータと観測系列が与えられたとき、系列の最後における潜在変数の状態の確率分布、 つまり、フォーミュラ46を求めるものである。この問題は、一般に、潜在変数の系列があるプロセスの背後の状態で、そのプロセスは各時刻の観測値に関してある過程が、時刻の系列に従って遷移するものと考えられる、場合に用いられる。従って、最後の時点でのプロセスの状態を知ることが自然である。この問題は、フォワードアルゴリズムで、効率的に解くことができる。 フィルタリングが、系列の最後の状態を求めるのに対して、平滑化は、系列の途中のどこかの時点での潜在変数の、確率分布、つまりある時刻フォーミュラ47におけるフォーミュラ48を求めるものである。これは、フォワードバックワードアルゴリズムで、効率的に解くことができる。この問題は、前の2つの問題と異なり、 特定の観測値系列を生成する潜在変数の系列全体の同時確率を求めるものである。これは一般に隠れマルコフモデルをフィルタリングや平滑化とは異なるタグの問題に適用する場合に用いられる。例えば自然言語処理の公文解析における品種タグ付けは単語の並びから品種を推定するものである。品種を隠れマルコフモデルの潜在変数とし、 ある品種から他の品種につながる確率を品種不要パスなどから繊維確率として求めておく。また、各状態、品種から具体的な単語が出力されると考え、その出現確率もコーパスから求めておく。分析したい単語の並びが観測系列となる。品種タグ付けは与えられた単語列から隠れた状態としての品種列を最優推定するが、この時関心があるのは、 全体の品種の系列であり、フィルタリングや平滑化が扱うような単一のもの、品種を求めることではない。この問題は、可能な状態系列の確率の最大値を求めるものであり、ビタビアルゴリズムによって、効率的に解くことができる。上記のいくつかの問題に対して、統計的優位性を知りたい場合がある。帰無仮説が真となる分布から得られた系列が、 どのような状態系列の確率を持つか、フォワードアルゴリズムの場合ある、異状態系列の確率の最大値、ビタビアルゴリズムの場合で少なくとも特定の出力系列と同じくらい大きなものは何かというようなものである。隠れマルコフモデルで特定の出力系列に関する仮説の統計的、適切性を評価する場合、その統計的優位性は出力系列に対して間違って、 仮説を棄却してしまう偽用成立を示す。遠くに住んでいる友人のアリスとボブがいて、電話で毎日をお互い自分のしたことを話している。ボブは、公園での散歩、買い物、部屋の掃除の三つのことにしか関心がない。何をするかは、その日の天気によってのみ決めている。アリスはボブが住んでいる地域の日々の天気については、 具体的に知らないが、一般的な天候の変化については知っている。ボブが毎日話すことに基づいて、アリスは天気がどのようになっているかを推測しようとする。アリスは天気がリザンマルコフ過程として変化すると考える。天気には雨と晴れの二つの状態があるが、アリスはそれを直接知ることができないから、隠れた状態であ。毎日、ボブは天気に応じて、 散歩、買い物、掃除のどれか一つだけを必ずする。ボブがそれをアリスに話すことが、アリスにとっての観測、ボブからの出力である。この状況全体が隠れマルコフモデルとなる。アリスは、ボブのいる地域の一般的な天候の変化、繊維確率については知っている。また、どの天気の時に、ボブが、どの行動をするか、出力確率を知っている。 つまり隠れマルコフモデルのパラメータが基地である。これは Python で次のように表される。このコードでコディチェ1はボブが最初に電話する前の時点で隠れマルコフモデルがどちらの状態にあるかというアリスの考えである。彼女は平均的には雨の方がやや多いと知っている。この確率分布は平行なものではない。繊維確率によれば平行はコディチェ2。 繊維確率コディチ3は、マルコフレンサでの天気の変化を表す。この例では、今日が雨であれば、明日晴れる確率は30%である。出力確率コディチ4は、その日に、ボブが行う、行動の確率である。もし雨であれば、掃除をする確率は50%で、晴れていれば、散歩に行く確率は60%である。ビタビアルゴリズム、ビタビアルゴリズムは、 モデルパラメータが基地の時与えられた配列を出力した可能性、優度が最も高い状態列、最優状態列を計算するアルゴリズムで動的計画法の一種である。ある時点 t での最優状態遷移列は t までに観測された情報と t-1 までで最も確からしい、イコール最もらしい、最優状態遷移列だけに依存すると仮定する。例えば、 出力 A と B を確率0.5ずつで出力し、他の状態に稀にしか遷移しない状態 A と、出力 A と C を確率0.5ずつで出力し、他の状態に稀にしか遷移しない状態 B があった場合、時点 T で A が出力され、時点 T-1 で左右だと推定された状態遷移列からの遷移確率が状態 A の方が高いならば、時点 T では、 状態 A にいたと推定される。しかし、T プラス1以降で C の出力が続いた場合、全体としての誘導は状態 B に遷移していた方が高くなる。ビタビアルゴリズムを使用するには、観測可能なイベントは、観測不可能な状態遷移と1対1、対応していることが求められる。5. おさむき。